皆さんこんこにちは現在ゲームや SNS などといった娯楽も増え本当に便利になりましたがゲームや SNS のアカウント情報等をどのように管理していますか ID やパスワードはインターネット上のあらゆるサービスを利用する際に求められます。面倒に感じて異なるサービス上においても同一の ID やパスワードを使いい回ししていませんかその際、忘れないように単純なパスワードを使用していませんかあなたが設定しているそのパスワードは本当に安全と言えるでしょうか安心しきっているあなたにこそ危険が差し迫っている可能性があります。特にスマートフォン等では、 単純なパスワードを使いたくなる気持ちは分かりますが仮にスマートフォンを落としたり奪われたりした場合などのディスクは考えたことはありますかもしあなたの ID やパスワードなどの情報が外部に漏えいされた場合個人情報がさらされるだけでなく SNS や LINE 等のアカウントが利用され知らないうちに 犯罪に巻き込まれたりする場合すらありますそこで最後に最近被害が多発している LINE なりすまし詐欺について紹介していきたいと思います最近の手口としては携帯番号を教えてくれないと友達になりすましたアカウントから電話番号を尋ねてきますそして LINE の確認メッセージが届くから承認してもらえる と続けて連絡がきますこの場合、LINE を使用して尋ねられる場合もありますし、その他の SNS を利用する場合もあります。電話番号を教えると、4桁のパスワードの送信を求めてくるメッセージが届きます。このメッセージに素直に応じ、ピンコードを教えてしまうと、勝手に、 新たな LINE アカウントが作成可能になってしまいますつまり新しいアカウントを作成されてしまうとその瞬間に本来のアカウントが使用できなくなってしまいますそしてこの新たなあなたのアカウントを使用して詐欺等の犯罪が行われてしまうのです警視庁サイバー犯罪対策課は 平成26年7月22日に同年6月以降計100件約650万円の被害相談が寄せられたと発表しましたまた同課によると6月以降 LINE ノットルに関する相談が252件寄せられうち100件で電子マネーを騙し取られる被害が発生し未遂も33件あり東京都渋谷区の40代女性が4回に分けて 計80万円を騙しし取られた事件も発生しています LINE を用いて個人情報を聞かれた場合にはたとえ知り合いであったとしても直接本人に LINE 以外の方法で電話するなどして必ず確認を取ってくださいまた LINE 利用者は LINE とその他のインターネットサービスで絶対に同一のパスワードを使用しないようにしてください この動画を見ているあなた、もし同一のパスワードを使用している場合は、直ちにパスワードを変更しましょう。万が一、LINE アカウントが乗っ取られてしまった場合には、友達登録している人たちに、LINE アカウントが乗っ取られた旨と、もし電子マネーの購入依頼を受けたとしても、絶対に応じないよう連絡しましょう。このようなサイバー犯罪の詐欺被害にあった場合は、 一人で抱え込まず、まずは専門機関に相談してください。慌ててメールに返信したり、電話で問い合わせたりして、さらに余計な個人情報を相手に伝えないようにしなければいけません。収集された個人情報等が悪用されれば、さらに新たなトラブルに巻き込まれる恐れがあります。サイバー犯罪者につけ込まれないためには、 自分は大丈夫だろうと思わず今すぐ自分の設定しているパスワードを確認するなど最新の注意を払って利用することが大切ですなお疑わしい電子メール等を受け取った際はその文面の内容をキーワードとして検索すると同じような被害に関する事例が見つかることがありますのでこれを利用することも有効です普段から 新たな手口について情報収集し注意しておくことでいざというとき慌てず済みます警察庁のインターネット安全安心相談ページを参考にするなどして被害に遭わないよう注意しましょう日々サイバー犯罪は巧妙化・悪質化が進んでいますが冷静になって考えれば間違いなくおかしいことに気がつくはずです 便利なインターネットですが、リスクもあることを忘れずに利用しなければいけません。以上、朝日大学防犯ボランティア団体、めぐるでした。